藤本万次郎は、日本の実業家、政治家、思想家、山口県熊毛郡上野関町宿島生まれ、旧西広島県立広島商業高校卒業。山口県公安委員長、日本水産物輸入協議会会長、大日本水産会理事、日本海南審判協会理事、日韓新前協会会長、下野関水産振興協会会長、 下関市社会福祉協議会会長、下関市公平委員会委員、下関都市計画審議会委員、下関市総合政策審議委員などの公職や、衆議院議員、安倍晋太郎講演会連合会会長、衆議院議員、衆東英雄講演会会長、参議院議員、江島厚志講演会会長、下関市長、伊川勝美講演会会長などの政治家講演会の、 養殖を多数務めた。訓五等総工局実証訓四等局実証受賞、王樹法賞など表彰多数。1929年から1934年にかけては下関市議会議員を2期務めた。下関中央漁市場社長、会長。日本における千段港鉄船漁業の草分け、鮮魚仲買いを兼ねる藤友組創業者。 藤本智次郎の長男として、岩井島に生まれた。幼少時は、対岸の熊毛郡田伏町の岸信介と共に、熊毛の神道王と呼ばれた。家業を継ぐため、大学への進学は諦め、旧制広島県立広島商業高校を経て1917年、藤友組に入社する。当時の藤友組は、瀬毛、仙談後系統、運搬船11隻。 流し網漁船、流し網漁船を計30数隻有し、漁夫、船員だけで500名を超える西日本屈指の水産企業であり、支店は境港をはじめとする日本海沿岸から朝鮮半島、航海沿岸、満州へと展開されていた。当時の同規模の同業者に林健商店が挙げられる。1927年28歳で、 当時日本最大の売り上げを誇る下関中外組合会長に就任し、組合を通した共同生産や物流の一括化を推し進め、政府の進める共同市場法のシステム面でのひな型となり、下関の漁業流通システムは水産業界に大きな影響を与えた。このシステムを推進した下関水産振興協会二代目会長である。 林県の中部育次郎と藤本万次郎の名は全国に知られることとなった。下関での藤友組の校長と裏腹に当時は通例だった親戚や同族を責任者に任じていた視点や海外視点では法満経営が行われ、1929年の世界恐慌の波を受け藤友組は解散となる。解散の際に資材を引得しようとする 親戚縁者の財産を厳しく暴き、可能な限り従業員と取引先へ分配し、また船団や施設を譲渡する際に、従業員の継続雇用を条件とするという、当時としては、画期的な方法をとり、倒産企業でありながら、全国的に注目を集めた。また、前年嵐によって難破した、船員遺族への補償に、船舶保険以外に1円でも多く充当するため、 自宅をはじめ時計や家族の衣服や靴まで売却し、文字通り裸一貫となったことでも話題となった。その男気に感銘を受けたカゴトラ組のホラー佐野スケは自らが社長を務める昭和冷凍に取締役支配人として迎え入れたが、昭和冷凍は国策による統合により日本食料工業へ吸収され、さらに日本食料工業は 戦時下の水産統制令により、帝国水産統制会社となって、藤本万次郎は、長崎、鹿児島の営業所長を歴任し、山口県船魚出荷統制組合船無理事へ、出港中終戦を迎えた。戦後、統制会社は解散し、広漁業へ放職する。戦前の広漁業は、カラフト、カムチャッカ、北海道での北洋漁業において独占的な、 権益を持つ大会社だったが、巨場のほとんどを失い、異性トロール量への進出を図って、下関に死者を開設し、現場責任者として雇用される。その後1950年、下関中央魚市場設立に、専務取締役として迎えられ、以降、晩年まで、この発展に注力した。人物をよく表すものとして、安倍慎太郎が、 藤本万次郎へ送った言葉を一部引用する。藤本さんほど多くの人たちから愛され、尊敬されてきた人は少ないと思いますが、それは言うまでもなく、どのような場合にも正義の味方であり、庶民の味方として決して権力に屈しないという生き方で一生を貫いてこられたお人柄によるものと思います。この言葉には安倍晋太郎の苦笑いも含まれている。 安倍と藤本の間には、政治家と講演者の関係というより、政治の道を極めようとする安倍に対して、庶民の立場でのご意見番としての藤本が存在する。概要にあるように、藤本万次郎は、有力政治家の講演会長を歴任しているが、献金を、ほとんどしていない。公職にはついているものの、利益配分に関与するような職はすべて辞退し、また、 何度も参議院議員への立候補を要請されており、市長候補にも押された経歴を持つが、これにも答えていない。委託された委員や、公職の日当や報酬は、すべて社会福祉活動に寄付している。私は、藤友の倒産の際に人に迷惑をかけた。とても先生と呼ばれる身分には、ふさわしくないし、先生と呼ばれて、のぼせ上がらないような人物にも慣れてはいない。 生かしていただいているこの世に微力で恥ずかしいが少しでもお返しをしながら行きたい。安倍の言葉とこの一体の文が藤本万次郎を端的に表していると思われる。藤本は晩年まで収入の約半分を福祉への寄付と法的には責任のない藤友父さんの際に迷惑をかけた人たちへの送金に充てていた。水臓癌を発病し、 余命を告げられた後もバスに揺られて、下関中央漁市場の相談役室へ通勤し、入院の2日前にも86歳の藤本はおそらく、自分より、年下の老人に席を譲る姿が目撃されていて、葬儀での語り草となった。入院後1週間で言った、藤本の最後の言葉は看護師に対する感謝の言葉であったと伝えられる。葬儀には、 港新聞社の紙面ではで4000人、山口新聞社の紙面では4500人の聴問客が訪れたと報じられている。赤間神宮数計会会長として、現在の朱塗りの神宮の建築、全国に名高い選定採行時の構築を当時の水野宮司と共に言った。ありがとうございます。